こんにちは。今回のテーマは運を下げるというのと、あと16時間断食のことを話されてましたね。速稼塾の塾生さんには16時間断食の実践者の方がいらっしゃって、この前もねズームライブをさせてもらったんですけども、これ多くの方が勘違いされているところで、その時もねライブの時も教えてくださったんですけども、16時間断食ってその別に食べないことによって痩せていくものでも何でもないんで、あんまりそこは気にしなくていいかなと。で、毎日やらなくてもいいと、週に1回とかでも十分効果があるんで、例えば1ヶ月のうちに毎週土曜日にやるとかね、金曜日にやるとか、祝日だけやるとか、土日だけやるとか、まあいろんなペースでやっていけばいいと思いますし、もっと言ったらね、1週間のうちどっかの1日で16時間断食をやるでもいいそうなんですよ。で、何のためにやるかっていうと、これはね、内臓を休めてリセットして、完全に内臓をリフレッシュさせるための時間として、1日のうちに16時間内臓を動かさない日があると、それが成り立つよってことだったんですよ。私たちは、朝昼晩と3食食べるのがいいというふうに教わってきましたし、ちょうどいい感じでお腹が空くんですよね。朝起きたらお腹空く、昼ぐらいにお腹空くで、夕食にはやっぱりね楽しみなディナーが並んでいるということで、食べちゃうんですけども、これは私もねその通りだなと思うのは、大体人間で食べ過ぎてるんですよね。だから1日に1食ぐらいでちょうどいいのかなと思いますし、食事をする時間っていうのは1日24時間のうちにどこかの8時間でまとまってすればいいらしいんですよ。だから8時間のうちに5食してもいいし、6食してもいいし、1時間に1回ずつ食べてもいいんだけども、その代わりその8時間から漏れた16時間っていうのは週に1回ぐらいね、目安に何も食べない方がいいと。そうするとその16時間で内臓がリフレッシュして老廃物が出て、新陳代謝がね、また良くなるらしいんですよ。そういう形なんで、特に空腹を我慢する必要はないのかなと思いますね。で、ちなみにですけど、その16時間断食のインストラクターの方ね、実践者の方はキックボクシングの講師をされていて、40代なんですけども、結構細マッチョでね、体の動きも未だにいいらしいですよね。で、少しの空腹を感じるっていうのが最大の善玉コレステロールって言って、体内の浄化作用とか殺菌作用を高める状態らしいんですよね。逆に満腹だと動けなくなったり抵抗力がなくなったりするそうなんですよ。ですので、この辺はね、私もまだ聞きかじり始めたばっかりなんで、これからも詰めていこうかと思いますけどもね。で、3歩進んで2歩下がるっていう言葉を使いましたけども、若いうちはねそれでいいんじゃないですかね。私は自分に時間がないと思うから、3歩進んで2歩進むみたいなペースで何でもかんでもやることにしてます。最短で体得して別のものにまた移り変わっていくっていうふうにしないと、私の年ではねやり直すってことがもう間に合わないんで、全部1回でね、終わっていくっていうか結論を出すようになってます。1回で体得するか、1回で挫折して放棄して別のものに行くかって感じですかね。でも通常はやってみてダメだったらもう一回やってみるってことを繰り返して精度を上げていけばいいと思うんですよ。で、そうは言ってもね、花山さんの16時間断食で守れなかった日があるよってことに対して申し上げるとしたら2つですね。1つはですね、体内に適度に毒を入れるっていうかね、ルールを破らないことも、それも織り込み済みでルールを作っていくっていうぐらいの緩さを持っていった方がいいかなと思うんですよ。例えばね、深夜に物を食べないぞっていうふうに決めた時にたまに食べてしまう、そのたまに食べたことによって他の時に我慢できるってエネルギーが出てくるんだったら、そんなに悪い効果は生まないと思うんですよ。で、悪い効果を生むとしたら2つ目なんですよ。要するに贅肉を減らすべき消化酵素って深夜2時ぐらいに中心に、ね、出るそうなんですよ。これ本当かどうか分かんないんですけども、私結構信じていてですね、それを。だから深夜、通常だったら寝てるであろう、人間が寝てるであろう深夜の時間帯、11時ぐらいから、そうですね、3時ぐらいまでかな、この4時間の間に消化酵素っていうのが出てきて、体をねものすごくこう軽くしてくれて、贅肉を燃焼させてくれるそうなんですよ。そう考えると、その時間に物を食べちゃうとたまにではあっても消化するチャンスを失うんで、食べるんだったらその時間を下げるか、普段だったら寝てるだろうなって時には食べない方がいいのかなとちょっと思うぐらいですね。で、運を良くする悪くするっていう方法なんですけども、
基本的に宿命っていうのは良くも悪くもありません。頑張ったら男性が女性に変わるってこともないですし、何か工夫したら身長がね5センチ伸びましたってことはないんですよ。要するに宿命っていうのは宿ったものですから、変えようのないものだと思った方がいいですね。それに対して運命っていうのは自分の力で変えていくものだし、自分の力以外では変わらないものなんですよね。だから衣食住っていうのは私の運の要素、運命の運になるんですけども、衣食住っていうのは生まれつき何もないですよね、衣食住っていうのは。だから明確な意思を持って自分で選択して、年齢とともに時期とともにタイミングとともに変えていけるものなんだろうなと思うんですよ。もちろん元通りにすることもあると思いますけどね。その中でこの宿命でも運命でもないところでいう、いわゆる漠然としたね運というもの、これをどうやったら良くできるのか、これをどうやったら悪くできるのかってことなんですけども、まあ、一つはですね、悪い思想を持つと悪くなると、悪い言葉を使うと悪くなる、悪い素行をすると悪くなるってことで、悪いものは悪いものを引き寄せるんですよね。正確に言うと、まあ、世の中にはいいも悪いもなくって、私たちが主観的に人間のルールとしていいとか悪いとかって決めてるだけなんでね、あれなんですけども、その何て言うのかな、ミラーリング効果とかね、リフレクション理論とかあるんですけども、自分のやったことが自分の身近にすぐに反映されるっていう考え方なんですよ。というのが、人間の体って7割ぐらいが水でできてるって聞いたことないですかね。でそれはいろんな生物も同じで、水の割合が7割とは言わないけども、おおよそ何かねこう振動を伝える水みたいなものでできている、そういった生き物が多いんですよね。もちろん生き物じゃなくても無機質なものでも、そういった振動を伝えることはできます。こういう硬いものでもね、振動を伝わるわけですよ。何が言いたいかっていうと、頭の中で考えたその思考っていうのは波動、脳の振動なんですよね。脳波っていう、脳波があるでしょ。考えたことっていうのは脳波変換されるわけですよ。その脳波が振動を生んで、その振動がですね、四方八方に広がっていって、自分の体を気づかないけども少しずつ揺らしてるんですよ。その揺れによって、そのバイブレーションによって人間の体っていうのは整えられていったり乱らされたりするわけですよね。だから自分が考えたことから思考の波が始まって、それが世界中に少しずつ広がっていくんですよ。ということは、目の前にいる人が自分の思考とか行動とか言動の波動を受けて同じようにミラーリングされてしまうんですよね。だからいいことを発想したり、いいことを言ったりすると、そのいいことが伝わって、目の前の人もいい波動に包まれていくんですよ。そうなるといい言葉が出てきたりするんですよね。だから仲良しっていうのはどん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 仲良しになったりとか、気が合う人っていうのはどん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 合うようになっていくんですよ。ただ嫌われるような言葉とか、相手にダメージを意図して送りつけようと思うと、それもできるんですよね。でその振動っていうのは相手の体を貫くんですよ。目には見えないですけどね、こういったもので突き刺すのと一緒のダメージを受けます。でその方がダメージを受けると、ダメージを受けたっていう波動がこっちに伝わってくるんで、あ、ダメージ受けたな、しめしめと思うか、ちょっとやりすぎたなって思うかね、考えが変わってくるんですよね。というところでね、運を悪くしようと思ったら、悪い言葉を使う、悪い考えを発想する、悪い行動をする、これで自分の身の回りからその振動を真に受けて悪くなるんじゃないですかね。でもそれを凌駕する善意があったら、自分の悪意などね、悪事などすでに塞がれてしまいます。まあ、幼い頃ね、世界が滅んでしまうみたいなことをね考える、そんなね、お子さんはいらっしゃると思うんですけども、ただそうは言っても世の中がそうならないのは、この国を子供たちのために守っていってあげたいっていうふうな善意の波動があるからなんでしょうね、きっと。だからお母さんと息子がいるとして、息子がまあ少年ですよね、3歳とか5歳の時に何か世の中に恨みを持ったとしてもですね、恨みを持ったとしても、母親が息子に対してこの子の生きるこの社会を少しでも良くならないかしらとお母さんは考えてるんで、やっぱりね、子供の悪意っていうのは母親の善意にかなわないんですよね。だからどん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 いい世の中ができるんだと思います。ただですね、もう社会の中核にいる男性が特に一人で生きていると、人を攻撃する恨みとかね、妬みとかそねみっていう、こういうふうな嫌な感情っていうのはいかようにも発散できるわけですよ。そういうエネルギーがお母さんの善意のエネルギーを今のところ凌駕してるんだろうなと思いますね。だから世の中は悪い方向に進んでいくんですよ。まあ、そんなことでね、私は思ってますけどね、いかがだったでしょうかね。
ハンナ龍馬さんもいろいろと思い悩む年頃だと思いますんで、今日は16時間断食のことと、あとはね、運を良くする方法についてちょっと語ってみました。はい、ではおやすみなさい。